EB10 系形式図 EB11EB10 系電気機関車は1931年に日本国有鉄道の前身である鉄道省が改造により製作した直流電気機関車である。1927年に2両製造された国鉄唯一の蓄電池機関車である AB10 型を改造した。本記事では AB10 型についても記述する。 AB11AB10 型は1927年に2両製造された蓄電池機関車である。同年に東北本線の貨物支線として開業した王子、スカマ 2.5km 及び王子大貨十条間 1.2km で使用するために製造された。スカ線は全線が東京市王地区にあり、スカ駅で大日本人造肥料などの側線と、 接続していたが、途中には陸軍の火薬製造工場があり、その側線も接続していた。蓄電池機関車を導入した理由としては、火線と終電装置の間に生じるスパークによる引火の危険性を考慮したことや、線路が応じ電気軌道と平面交差していたためと言われるが、結局、スカ線は1931年には電化され、AB10 型も、 電気機関車に改造された。製造当時は10型と称したが、翌1928年に実施された車両称号規定の改正により、形式が AB10 型となり、10AB101、11AB102 に改版されている。製造は機械部分を機車製造、電気部分をシワウラ製作所が担当している。蓄電池は、 湯浅製作所製造のものを使用した。また充電のため、田畑機関区構内に安川電気製の電動発電機を設置している。中央に運転室、前後のボンネットに機械室を置いた構成で、形状は国鉄の電気機関車としては珍しい突形である。前後の機械室部分には蓄電池をそれぞれ72個、計144個置き、一方に空気圧縮機。 他方に制御機を置いた。足回りは板羽の二軸台車で、貨車の台車を強化したようなものである。台車の前後左右に計4個、砂箱が配置されている。制御機のノッチは1から5ノッチが電動機直列、電池並列、6から8ノッチが電動機並列、電池並列、9から12ノッチが電動機並列、電池直列の順で、 電力を有効に用いるため段数を多く取っている。AB10 型は1931年、スカ線の電化に伴い、芝浦製作所で河川から終電する電気機関車に改造され、形式が EB10 型に改められた。蓄電池の代わりに抵抗器などの機器を搭載して、機械室部上面に通風口を新設し、運転室や根上にはパンタグラフを設置した。これにより、 全照灯は、日差しの下に移設している。制御方式は、主電動機2個永久直列接続、抵抗制御のみとなった。新生児から廃車まで、東京機関区、田端機関区に配置され、在籍時は、終始、スカ線を往復していた。一両を運用し、もう一両は、王子駅に隣接した機関庫で待機していた。1971年に、 スカ線が廃止になると用途がなくなり、1972年に廃車になった。終戦直後の1946年1月、極端な車両不足に見舞われた東京急行電鉄井の頭線に、大多連絡線経由で貸し出された。プッシュプルで付随車を引く計画であったが、試運転は行われたものの車両限界に停職したため井の頭線での使用は断念され、さらに、 厚木線で試運転が行われたが、やはり使用には至らず6月に国鉄へ返還された。1号機が東京都府中市郷土の森公園内の交通遊園に保存されている。EB10K、括弧内は a b 1 0系以前より専用線として存在していたものを1926年に専用鉄道として認可、翌年に国鉄線に編入した。 下十条と、須賀方面の分岐は、王子駅より800メートル程度先にあった。陸軍造兵所加工所王子火薬製造所。後に、東京第二陸軍造兵所王子工場。陸軍の移行と言われているが、同工場の南側では、王子、十条地区一帯の造兵所施設を結ぶ、貨物専用の電気軌道が乗り入れていた。九百六十年代初めまで、田畑関区には、 上気機関車のみが配置されていたため EB10 型は電気機関車の配置区である東京機関区配置となっていた。ありがとうございます。